はい、どうもダナタです。今回は終末戦争の方をやっていきたいと思います。 D2 ですね。ちょっと感じたのが臭かったので、では、今回ここはどこかな、秋葉原ですね。はい、災い戦力情報ということで、今回はブフですね。弱点氷結が、まあ、弱点ということで、まあ、こちらの方やっていきましょう。はい、一応これがチーム編成となっております。ちょっとね、正直そんなに氷結系はね強くないんで何とも言えないですが、ちょっとメンツをこっちに変えようかな。トリックスターの方が強いんで、はい、ではまず弱い方から。もしもし、あ、違います。はい、間違い電話です。もう間違い電話が最近頻発してます。皆さん気をつけてください。多分俺詐欺じゃねえ、そんなもんには引っかかりませんけどね。来い、僕の悪魔たち。はい、もう基本オートプレイです。ブーラーで、まあこのチームでやれば弱いな、なんかもっと上げた方がいいかもしれないですね。多分ね、装備ほとんどやってないので、多分この影響で弱いんじゃなかろうか。こういうちょっと多いかもしれないな、向こうの方に。これでスコア倍が何点か、この倍っていう感じですね。はい、では決戦ですね。1163 852 790。最新状態になると、スコアが44,000なんで、まだ1体3回やるんで、あ、倒すんだ、3回やるんで、大体12、3万ぐらいかな、この人でいくと。全然アップさせてなかったらこのぐらいの強さですね。って少しは力になれたかな。まず1戦目、火に2回できますので、技は弱って倒したと。じゃあ次本気モードのチームでいきましょう。細かい編成はいいか。来い、はい、僕の悪魔たち。ユーラインマックスです。じゃあレベル3マックス、あれじゃちょっと弱いな。大礼拝、これで上げれないんでね、大礼拝は。はい、大礼拝さ、ほど強くないよね。あのナハルのなんちゃらっていうか、
言ったんだろうな、自分にやるなら変えましょうか。もっと魔力上げた方がいいと思うんですけどね、ゴールドヘル。ただね、なかなかね、自然化できてないんで、結果的にこんな感じになっちゃってますよね。なんだっけ、7勾配ですね。まあ大体ね、これでいくと前回やった時が20万弱はトータルでいけたはずなんだよね。7万なんでね、まあ大体20、ただ足るんだって思うんだよね、これ。20万はいかないかなっていう感じですね。19万、18万ぐらいかな。18万っすね。しょぼいですね。はい、前回20万いったんで、ジャックフロストがいいかな。はい、ということで、ちょっと仮想戦法にしましょうと。こいつはこれにして、でジャックフロストの方が強かったな。ちょっとこのパーティーでやってみましょう。来い、僕の悪魔たち。カットしましょうね。はい、ではどんな感じになるか。まあね、フグダイ、マハフグとかね、マハフグダイムがちょっとなかなか手に入れるのは難しいんですけど、マハフグはね、そんなにね、苦労せずに手に入れるんで、まあ、ぜひともね、まあ、この、クラゲみたいなやつはね、ナハルのトラとか、これを追撃してやってくれるんで、それでまあ、ポイントとか、8までいけるんじゃないかな、そんな話。はい。まあ、ラクーンだとか、ラクーンの王とかね、あるようでしたら、まあ、それも使ってみてのっていうか、人が8までいきますね、この場合は。これでやると、もっとダメージ力アップしたら、もっと使えるかなっていう感じですね。さあ、これで、まあ、倍率は上がってるはずなんでね。やっぱ会心状態になった方がポイント上がるね。78,000。なんで多分20万ちょっとまでいけるもんね。多分20万は超えそうですね。正直ね、魔法系はね、そんなに強い、びっくりするほど強いっていうだけないんでね、これやるとまあ20万ぐらいのスコアになるかなっていう感じですね。はい、これでいって、で一応現在私のファンクション状況が、まあ、一応1位にはなってますけど、多分これひっくり返るような、スチームの中でね、こんな感じでランキングが現在
加減スコアで上位 10% に入ってると。個人でいくと上位の 40% ぐらい、大したことはないと。そしてまあ上位の一番上に来ると、まあ、これだけのものがもらえますぜと。はい、いう感じですね。で、あとこのね、終末戦争の交換所、こちらが大天使セラフと、まあそのセラフの試練とかが手に入りますので、まあ何個かは取ってるんですけどね、まあ全部はまだ買えるつもりはないですが、まあ10個ぐらい買いておきましょう。が一応手に入る、まあ、アイテムになってます。はい、どんな感じ、そんな感じで終末戦争、まあ、頑張ってみてください。それでは失礼します。ダンサでした。